ロンドン中心部を中心に同心円状になっているゾーントラベルカードゾーンはロンドン交通局が設定したロンドン地下鉄やドックランズライトレールウェイ、ロンドンオーバーグラウンドなどの運賃の計算などを行うときに用いられる同心円状のゾーンである。ロンドン中心部がゾーン1で中心部から離れるごとに数字が大きくなる。2007年からは ロンドンのナショナルレールの一部駅でも徐々に使用が可能になりつつある。1981年10月4日に最初のゾーンが導入され、それに続き続々とゾーンが制定され、1991年1月には当時のゾーン語が分割される形で、2004年にロンドンバスに均一料金が導入される。以前はロンドンバスでもこのゾーンを適用していた。 それ以前の計算方法は日本と同じように各駅ごとに運賃が細かく決められていたがゾーン制の導入により計算方法の簡略化などのメリットが生まれたゾーン1は最初に設定されたサークル線の循環部分を取り巻くようなゾーンであるゾーンの一番中心でありゾーン1を通過するルートは同じ距離のゾーン1を通過しないルートに比べて高い 運賃設定がされている。ほとんどのロンドン中心部の地区、メジャーな観光地、ナショナルレールのターミナル駅などをカバーしている。南北に約9 7トル東西に約6 4トルのゾーンである。ゾーンには1983年5月22日にピカデリーサーカスから2マイルから5マイルの範囲に設定されたゾーンである。 乗り換え専用のオイスターカードリーダー。タッチは任意。ロンドン地下鉄、DLR、ロンドンオーバーグラウンドの運賃計算は、ロンドン交通局が設定したゾーンに基づき、出発駅、経営駅、到着駅のゾーンによる運賃計算が行われる。例えば、出発駅も、到着駅もゾーン6であっても、ゾーン3を経営しないとたどり着けない場合、 経由するゾーンすべてを運賃計算に含めるため、ゾーン3から6の運賃が適用になる。ゾーン1を経由しなくてもたどり着ける一部のルートは、実際に乗車したルートによらず、ゾーン1を経由した運賃で計算されることがある。ゾーン1を経由した方が最短だが、ゾーン1を経由しなくてもたどり着けるルートを、オイスターカードで乗車の場合、乗り換えの際に、 ピンク色の乗り換え専用のリーダーにタッチすることで、軽油液やルートが証明され、ゾーン1を含まない料金が適用になる。ありがとうございます。